オタハのスリプラを崩せ動画を盛り皆さん、こんにちはオタハです今日を組むガンプラは、これだプレミアムバンダイ、元祖 SD ガンダムワールド、気候神、エルガイアだ <laughs> ああ全国の直撃世代集結せよもちろん、これのことよくわからない人もどうぞ最後まで見てください。僕の ド直撃の元祖 SD ガンダムです。いやー、これね、つい、あの、直撃世代のおもちゃって、あの、話が長くなっちゃうから、もう今日は簡潔に行こうかなと思うんだけど、もう感動でね、言葉にならないです。大人になったガンダム少年たちへ。この言葉がすごいグッときます。これはね、本当に、僕が小さい頃、お小遣いをちょっとちょっと貯めて、なんとか買えるようなガンプラがこれだったんだよね。まあ、これとか、BB 選手とか、 自分の頃のガンダムといえばね、この SD 闘神のガンダムだったんです。当時発売されたその元ス SD ガンダムのエルガイアのリメイクアイテムになります。この箱が昔懐かしの感じがしてたまらないですよね。横。反対側。パッケージの上。そして背面。このガンダムがエルガイア。これね、他のガンダム5体と合体して、 ガンジェネシスっていう巨大ロボーになるんですよ。その巨大なガンジェネシスのコア、それから頭部になりますね。いやー、これ昔作ったそうそう。これがネオガンダム。ネオガンダムをこの胸部に格納することができます。いやー。今日は楽しむぞ。ちなみにこの元祖 SD ガンダムのリメイクは今回で3回目なんだけど、僕は初めてなんですよね。おー、開けるぞ。 パッケージは上、もしくは下から開ける方式になってますね。おー、おー <laughs> 中はこういう風になってます。昔懐かしの感じ。ちょっと一個ずつ見ていこうか。あ、まずこれシールだ。額の宝石の部分とか。これがメタリックシールですね。それから目。あとは白い部分はステッカーを貼るんだ。なるほど。きっと見ていきましょう。じゃんこれが赤いパーツ。 触った感じ硬いですね。これ ABS かなうん。ABS って書いてあります。これが ABS で、次。これも赤。うん、触った感じこれも ABS だ。う結構入ってる。赤いパーツが、あ、ランナーが4枚。ちょっと一気に出しちゃう。じゃん。お、メッキパーツですね。シールド。メッキが施されてます。イエロー。すべて袋に。 丁寧に入ってますねん。なんかね、触った感じ全部 ABS かなここまで。あこれがネオガンダム。あの昔の、あの元祖も、これちっちゃいやつが入ってたんですよね。あー、今回も入ってる。これどうしようかな塗ろうかなこれ塗装技術が試されるね。<laughs> お寺になったガンダム少年の技術が試される。で、これが金ッキパーツ。綺麗ですね。こんな感じ。それから、 グレー。濃いグレーですね。うん。全部 ABS かなこれもそう。パッと見、これがシールドの裏とか、この辺胸部とかかなそして最後、クリアーパーツ。えーと、あ、これよーく見ると、超ちっちゃいやつがある。これ額のところに、こうはめるんですよね。で、あー、この中にシールを入れて、はめて、あ、貼って、ごめん。で、クリアーパーツでこうはめるんですよ。 あー、この感じ懐かしい。いいなあ中に入っているものはこれがすべて。あと、あ、ごめん。まだ入ってた。ごめん。あとはこれが入ってます。で、他は説明。あー、あともう一個あった。これが手首パーツ。触った感じ柔らかいですね。もしかするとこれ硬い軟質パーツかもしれません。お開き手とか握り手。えー、武器持ち手とかもあるかな。こんな感じ。 さあ、そしてこれが説明書。ああ、この、説明書の感じも懐かしい。そうそうそう、そうこういう感じ。ああ、ここにちっちゃい子がいる。あのね、確かね、これ昔、プールだったかな。あこれマリーダーになってるんだ。おー。これね、絵が描いてあるんですよね。はー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 はは。面白そう。こういう感じですね。あメッキパーツはアンダーゲート方式になってますね。 あ、いい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 。で、こんな風に組み立てていって、あ、胸部の。わ、すげえ、なにこれ。こういう風になってんだ。ギミックが細かそうですね。ウィングの部分。ここもなんかギミックがありそう。で、これで完成。う、あのーん、パッと見た感じ、そんなに難しそうじゃないですね。お本体のギミック。やばい。<laughs> さあ、今日はね、どうやって組もうかなうーん、ズバリね、部分塗装いこうかな部分塗装、やるかなネオガンダムとかね、ちょっと塗ってみたいよね。<laughs> ちっちゃい頃にできなかったことを逆にやってみたいかも。あの、童心に帰って作るんだけど、心は、あの頃の俺で、この体は今の俺が作るといった感じ。二人で作る感じ。さあ、それでは、エルガイア、8割ぐらい組み立てると、こうなります。 8割ぐらい組み上げると、このようになります。えー、ここまでで、えっとね、このエルガイアだけだったら、えーっとね、2時間か3時間かな部分塗装込みでそのぐらいで終わったんだけど、あの、さっきのちっこいネオガンダム。あれを開封するときに塗装するって言ったんだけど、どういう風になったかちょっとお見せします。ちょっと大きさをイメージしてほしいんだけど、これが100円玉。いくよネオガンダム。せーの。じゃんお分かりいただけただろうか。 <laughs> 予想以上に超ちっちゃかったですね。おっと。ちっちゃい頃、このネオガンダム付属していたんだけど、こんなにちっちゃいものは大人じゃないと塗れないなと思ったんで、大人になった今、あの頃の自分のために塗りました。これはあまりにも小さすぎるんで、自分は発色の良さを優先してメタリックカラーで塗ってみました。ブルーの部分とかキラッとしてますよね。目とかは3色を塗り分けています。 ま、このネオガンダムが一番大変だったかな。<laughs> さあ、というわけでね、エルガイア、どんどん組み立てていきます。まずは、このメッキパーツのシールドに、剣をこのようにマウントさせることができます。ここにはさっきお見せしたクリアーパーツ、それから中にシールがあります。組み立てながら可動範囲も簡単に説明していきます。足、1、2、3パーツで主に分かれてて、ここ。それから足首。これは、 こういう風うに動きます。あとは、左右。あとは本体全体に墨入れを施しています。ブラックとグレーを使い分けていますね。これがボディ。これね、後でギミックをお見せします。基本的にはさっき、あの、ランナーの説明で言った通り、すべて ABS のパーツ。で、手首が軟質パーツ。それからこれが股間のパーツですね。で、このホワイトの部分。僕はすべて塗装を施しました。 おっと取れたこのメッキパーツを挟み込んでここここにかみ合わせるそしたらこれが背面のアーマー次腕これちょっと簡単に見ていきましょう軟質パーツこれ付け根はボールジョイントあとはすごい細かいんですけど こうちょっとだけスイングします。ちょっとだけ。あとはここ。ここに関節があるんですよね。素晴らしい。あとはこの中。接続。で、ここはスイングします。反対側も同様。手首は3種類。武器持ち手、握り手に、開き手。 握り手を取り付けます。さあ、そしたら、背面。これがウィング。ちょっと今、ギミックを説明します。ここ、三つに分かれてるんですけど、真ん中を引っ張ると、じゃんウィングが展開するんですね。これいい。押し込むとまた元に戻ります。こういう感じ。これ開いておこう。これを、ここに接続。 最後は頭部。まずはこのパーツ。ここが本当はステッカーだったんですよね。さっきの,あのフロントアーマーと同じ。ここは塗り分けました。なんかこういうところまでシールを貼ったら、なんか剥がれそうな気がしたんで、全部塗ってあります。これを左右に取り付けます。反対側。なんかこういう部分塗装ができるようになったって結構、ああ、大人になったんだなって感じがします。 そしたら、これがアンテナのパーツなんですけど、ご覧ください。さっき言ってたやつですね。クリアパーツの中にメタリックシールが入ってて、5色、綺麗になってます。これをここに取り付けて、胴体に取り付ける。さあ、そして最後、エルガイアにネオガンダムを格納させます。このギミックがかっこいいんですよね。腕を、後ろに下げる。 そしたら頭部を後ろに持っていくわけですねそうするとこのパネルが開きますさあそしたらこの金メッキのパーツちょっとクリアランスを作ってここに指を入れて下に下げますこのパネルを開くさあそしたらこのフロントスカートここを引っ張るとせーの お分かりいただけただろうか <laughs>。これね、僕の手で言うと、この3本が、こうやって開くんですよね。で、また、こういう風になると。ここすごい。作ってても感動しました。さあ、そしたら、ここにピンが2つあって、さっきのネオガンダム。足裏に2箇所のピン受け。たーここにセット。そしたら、さっきの逆の手順で元に戻す。これを、押し込む。 そしたら、カバーメッキパーツ腕そしてこのパネルを閉じれば完成エガが嫌だ <laughs> あー最高なんかもうあっという間に組み上がっちゃったんだけどもういつまでも。 あ、ずっと組んでいたいなという不思議な感覚でした。いやーもう記憶が本当に一気に蘇ります。たまらないです。全体のプロポーションはこんな感じ。もうまさにあのエルガイア。僕は白いところは部分塗装。あとはちょっと墨入れをしたり、以外は基本パチ組みです。もうパチ組みでここまでかっこいいのができるわけです。横。後ろ。こんな感じ。頭部のアップです。 この5つのクリスタルが綺麗ですね。目の部分はメタリックステッカーなんでキラキラしています。上半身。この中にネオガンダムが完全に格納されています。それから足。次。ちょっとわかりづらいんですけど、ウィングを収納するとこんな感じになります。展開してみましょう。シュパ。シュパ。武器を持たせてアクションさせるとこんな感じ。 シールドのグリップの部分はこのようになっていて、自分で好きな位置を選べます。次は分かりやすい大きさ比較。ロボット魂のガンダム。じゃん。手は開き手に変えてみました。足首が動くんで、こんな風に飛んでる感じのポーズも決まりますね。こんな感じの状態がパッケージの絵っぽいかな。こんな感じ。 というわけで今回の元祖 SD ガンダムワールドの寄港神、エルガイアのレビュー、いかがだったでしょうかいやーもう本当にね、始終作っている間もこうやって触っている間ももう懐かしい気持ちでいっぱいです。この SD ガンダムのリメイクアイテムといえば SDX が有名なんですけども、あれが立ち上がった当初から、このガンジェネシス、もしくはね、エルガイア、いつか出てほしいなってずっと思ってました。 今回元祖 SD ガンダムワールドとしてこうやって発売されてすごい嬉しいです。レビュー中にも言った通りあの頃のちびっ子だった僕と大人になった今の僕でこれを作り上げました。あの頃思い描いていた大人に僕は今慣れてるのかどうかはわからないけど一つ言えるのはあの頃と同じように俺はガンダムが好きで今も作ってるよってあの頃のちっちゃい頃の僕に言ってあげたいです。きっとなんか喜んでくれると思います。 このエルガイアは送料を含めておおよそ6000円ぐらいでしたね。もう受注の方はすでに終わっているので、今から入手するっていうことはもう不可能です。なお冒頭でも言った通り、このエルガイアは他の5体のガンダムと合体してガンジェネシスになるわけなんですけども、そもそもこのエルガイアの売れ行き次第で残りの5体が出るっていう風に言ってたんで、僕は買い支える意味も込めて、エルガイア2個買ってます。 ま普段ね、複数買いしないんだけど、もうここぞという時に、ということでね、2個買いました。たくさんの大人になったガンダム少年たちのおかげで、残りの5体、いよいよ発売されるそうですね。<laughs> 楽しみ。ちなみにその時にはこのエルガイアは発売されません。だから僕これ今回買って本当に良かったです。もちろん僕はその残りの5体の、まあセットになると思うんだけど、そのセットを購入します。そしたらね、ガンジェネシスまで最後までレビューしたいです。 今回の動画面白かったな、楽しかった。懐かしい気持ちになったという方、チャンネル登録や、厚い高評価、どうぞよろしくお願いします。あとはどんなコツでも結構です。おー、オタファー。このエルガイア、僕も覚えてるよーとか。あ、僕も今回のやつ買ったよーとか。あー、オタファー、ガンジェネシスまでレビュー見たいよーとか。他にも、今回のエルガイアのこと、SD ガンダムのこと、他のガンプラのことなど、どんなコツでも結構です。みんなからのコメント、待ってます。 それでは次の動画でお会いいたしましょう。おたまでした。またねー。<laughs> いや、やっぱ SD ガンダムいいね <laughs>。